そうですね。インドは世界の薬局とも言われるという状況、先週もちょっとお伝えしたんですが、もう一回確認しておくと、インドがですね、ワクチンをなんと62カ国に供給してたわけですね。ところが感染爆発の状況になって、輸出を一時停止するという事態に陥ってしまった。そうすると、こちらブータンがありますが、どういうことになっているというと、ブータンもですね、1回目は来たけども、2回目がまだ分からなくなってしまったということ。つまり、我々ブータンの例を言いましたが、ブータンというのは62カ国のうちの1カ国です。他ももしかしたらこういうことが起きてやしまいか、つまり感染を防ぐため、ワクチンの格差をですね、なんとかなくそうじゃないかという動き、大きな役割を果たしてたわけですが、結果それが今ブレーキがかかっているという状況なのかもしれないと。これは琢磨さん、どう見たらいいですか？そうですね、やっぱりそのインドって、やっぱりコロナの前から、いわゆるその途上国向けの安いジェネリックの医薬品のやっぱり製造大国だったわけですね。で、その製造の経験があったからこそ、やっぱり今回短期間にそのアストラゼネカ製のワクチンをインドのセラムインスティテュートで大量に生産して途上国に届けるっていうことができていたわけですね。で、先ほど武見先生のご説明にもあった、コバックスなんかも、このインドで作られたアストラゼネカ製のワクチンというものを、途上国に届けるっていう、そういう計画だったわけなんですけれども、輸出停止、インドの輸出停止によって、やっぱりかなり大きな影響を受けているという、そういう現状ですね。その先生、これ、インドがですね、抑え込んでれば、もう少し格差是正にもう少しこう進んだかもしれない。このインドの状況っていうのが、やっぱりインドだけに収まらないわけですね。これまでの相当な数の感染者数の状況を考えますとですね、少なくともどれだけ相当な数のワクチン作ったとしても、もう海外に出す余裕はないと思います。少なくとも国内の感染者数を抑えなければいけませんから、もう国内優先という判断は十分あり得るでしょうし、それによって、逆に言えば、もう世界いろんな国がですね、その影響を受けてくるんだろうと、そのブータンもその一つだろうと思います。つみさん、そのインドもですね、はい、国内で、あれだけ、感染爆発してしまった。先ほど見ても、インドはもちろん回数では世界でかなり多く、接種回数がある。ただ、人口が何せより多いわけですから、アメリカのように国民にある程度打ち終わってさあという時ではなく、かなり早い段階で周辺の国々に支援をし始めた。これはインドとしても、ある種、前ワクチン外交ってやりましたけど、自分の影響力をというワクチン外交に、国民をまだ十分打つ前にそれをやり始めてしまった。これが別に悪いことかいいことか別問題として、そういう状況言えるんですかね。そうですね、やはり去年、もちろんインドでも感染が拡大した時期があったんですけども、確か去年の9月あたりがインドでは1回目のピークだったんですけれども、しかし、比較的こう穏やかに抑え込んだわけですよね。それによってインド政府はある意味こう過信してしまって、インドは大丈夫だと、それがもちろん一時期は世界にこうワクチンをこう供給する役割を果たすことになってですね、良かった時期があったんですけど、しかし残念ながらそれは短い、しかも自分の足元で感染が起こったために、今度は外に出すこともできないと、非常にその、ある意味最悪の展開になってしまったですよね。でそれに加えて、原材料がアメリカが今輸出を自由にできないような形になっていることによってでですね、インドのワクチンメーカーにもその原材料も届かないという、いくつものいわば不幸というか、あるいは政治の判断ミスというか、ようなものが重なって、今のインドの世界の薬局の役割を果たせないという状況になってしまってますね。確かに、だからワクチンが届かない国がこれだけ、もしかしたら今あるのかもしれない。こういうことも影響しているんでしょうか。ちょっとこういう動きも出ています。WHO がですね、中国製のワクチンを緊急使用リストに WHO も認めようじゃないかということを、実は7日に追加しているんですね。これなぜなんだろうかと。もしかしたら先ほど、これ武見さんがですね、冒頭の方でおっしゃられた、途上国などにですね、要は先進国だけが打つんじゃないですよと、格差を是正するために途上国にも年間20億回分配布しましょうという目標を立てた。実際でも現在40分の1しかですね、まだ配られてない、進んでないわけですね。先ほどご覧いただいたように、上位の10の国と地域で 80% 以上を占めている、他の国々はある種置いてきぼりになっているわけですね。で、中国を入れたのか、これまで、要するにアストラゼネカ、ファイザー、JJ、モデルナ、つまり先進国のものしか承認されてなくて、
先進国以外では初めての追加ということになる。これは武見さん、コバックス用を意識したものと考えていいでしょうかね、インドを含めて。もしインドがいろいろこういうことになった、うん、2つ課題がありますね、はい、まず第一にこの中国における薬事承認のプロセスというのがまだブラックボックス でそこをきちんとどこまで WHO がですね、その透明性を確保してデータを中国政府からも入手をして、でそれによってその WHO としても使用許可できるワクチンとして認めるようになったのかということがまず不明確な第一点。それまで安全性の問題というか安全性と効果ですね。それからやはり2つ目の課題としてはですね、確かにそのインドの供給力が低下している状況の中で、こういったそのシノファームのワクチンなんかについて、もしその効果と安全性で一定のその保証があればですね、これは大いにコバックスを通じてやればいいと思う。で中国政府は最初の時点ではですね、このコバックスファシリティに対してそれほど大きな支持を与えていたわけではありませんでした。そうですか。むしろその二国間外交で戦略物資としてこのワクチンを使うことを優先的に考えてましたから。そうですか。こういったそのみんなで協力をしながらっていう枠組みに対して、いいことだいいことだとは言ってても、具体的にアクションで協力するっていう格好にはなっていませんでした。でそういう意味ではね、もし効果がきちんと確認できるのであれば、このコバックスのファシリティの仕組みにですね、中国政府も積極的に参加して国際社会の責任ある一員としての役割を果たすということであれば、私は大歓迎です。ついついテドロスさんというと中国と近いなというのがいろいろ言われてきた、これも意識してしまう。そんなことは考えなくていいですか。いや、したがってそのなぜ承認できたのかという点についての情報をですね、きちんと公開をする。なるほど。特にその薬事承認のプロセスっていうのは、データっていうのはなかなか表に出てこないもんなんですよ。だからこれをやはりきちんとデータを公開させるってことが大事で、実は今ね、その国際薬事承認機関の、とそれからその WHO でタスクフォース作って、こういったその、ワクチンに関わる承認の国際標準っていうのを作ろうとしてるんですよ。でこの標準っていうものの中でおそらく耐えうるものであるという情報の公開性と、それから確認ができればですね、大いにコバックスもその中で中国のワクチンも使ったらいいと思いますよ。問題はそのデータに関わる透明性で、これはこのタスクフォースもつい最近ですね、その世界各国でワクチンを開発した時に薬事承認のプロセスのデータをみんなできちんと公開しようということをね、提案してるんです。なるほど。はい、高間さん、これですね、見るとですね、先ほど見たのはほんの一部のやっぱり国々が今ワクチンをほとんど打ってる回数を占めて、多くの、まあ、180個ぐらいの国々はまあそれ以外ということで置いてけぼりにされつつあるという状況がある。それを救うためのコバックスもあるんですが、年間20億回を目標だったのがまだ40分の1 5,430万回分しか、逆に言うと配布できてないということなんですね。どうご覧になりますか、この数字。これはもうでもアフリカとか、アフリカの国々なんかだと、やはりそのコバックスに対する期待は当初からあったんですけれども、その一方でやっぱりコバックスだけだったらいつまで経ってもこう入ってこないよねっていう、そういうこう悲観するような動きっていうのはやっぱり当初からあったんですよね。ですので、まあ、個別にその中国あるいはロシア製のワクチンと契約を結んだり、あるいはその大陸の中で その生産能力の見直しとか、そういうこともそういう動きも実際に起きてますね。もちろんワクチン外交はいろんな思惑やってやる、もう口外交だってワクチンを広める、まあ、効果がある、こういうコバックスもあるということなんですが、高間さん、やっぱり中国製がこれ追加されることで広がりということが、今安全性をちょっと高見さんおっしゃいましたが、このあたりは中国製あることでコバックスの供給広がるというふうに思われますか。そうですね、実はそのシノファームのワクチンって結構今年の初めぐらいから中国がその承認の申請をしてたんですね。でやっぱりインドの状況があって、その承認をなるべく早めてほしいっていう、そういう要請みたいなのもあって、で、まあ、追加で WHO の要請でさまざまなそのデータが出されたりとかもしたんですよね。実際そのデータ自体はまだ公開されてないんですけれども、ですので、まあ、一応承認された以上はですね、やっぱりそのインドで、賄えない分がですね、この中国製のワクチンでこう補っていかれることが見込まれます。なるほど。